はい、どうも皆さんこんにちは、かもつけです。はい、どうも皆さんこんにちは、かもつけです。ですね、今回はですね、まあちょっとある、虫がねちょっと孵化したんでお知らせしたいと思いまして動画にしました。これワインセラーなんですけど、いろいろぶっ込んでますね。これ歩きですとか、下段はですね深山系が多いんですよね。でこれ歩きです。でこれはマクレイですね。マクレイ国王を幼虫取れたんで、この中に材埋め込んで、ちょっと材飼育みたいなことしてます。これはクラーツ、クラーツですね、の卵を入れてます。これがなんだっけ、ウェムケンか、ウェムケンの西山のやつ入れてます。これ中です、中細枠ですね。でこれマクレイのサナンセットです。で、まあ何があってこれなんですけど、これあれですね、レスネミヤマですね。レスネミヤマがついにですね孵化しました。レスネミヤマね、今まで何回か入ってきてるのは知ってるんですよ。知ってるんですけど、まあ誰一人というか、少なくとも表に出てきた情報で、誰かが孵化させたというか、産卵すらほとんど聞いたことないです。実際に画像だしね。で、過去に動画を出してますんで、それと合わせてね、まあ実際孵化したということを考えてもらえれば、ね、この、幼虫とかね、がどんだけ希少かっていうのはちょっと分かってもらえるかと思います。まあ、だからどうしたってね、ことはないんですけど、まあ、なんて言うんでしょうね。なんて言ってんでしょうね。まあ、産卵例があるから、じゃあないからといって、じゃあ挑戦しないってことはね、ちょっともったいないって感じですね。ちなみにレスネミヤマって、ダビティスミヤマ、ニンギアミヤマ、プロメテウスミヤマと同系統ですね。あんな感じの外見してます。で、まあそうですね、さっき言ったように、産卵例がないから、飼育例がないからって、挑戦しないっていうのはね、ちょっともったいないので、チャレンジしてみればこういう風にね、産卵させて、なおかつ孵化させることもできるよという、かもしれないよという、そんな動画ですね。まあ、チャレンジ精神は大切ですよ。何事においてもね。足踏み、安全圏でね、足踏みするのはちょっともったいなすぎるんで、時にはね、ちょっと冒険も必要かなと思います。これをね、無事に、孵化させれればですね、それが最高の結果なんですけど、まずはね、公表された情報がないね、レスネミヤマの産卵とね、まあ、孵化まで行ったという動画でした。それではですね、動画終わります。